第1回トバククラフト。始まりましたトバククラフト。はい。最終決戦 PVP 参りたいと思います。よっしゃ。ルールは単純です、はい、もう時間とかないんで、はい、最後の一人になるまで戦ってください。はい、おー、やるか。じゃあ行くよ。デュエル開始。よし。いや、いけ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 。おっと、お、熱い。なんか飲んでるこいつ。遮蔽を利用してやばい。なんかこいつ遮蔽を利用して攻撃し、お、1対1が2組行われてる。すごい。おー、出会った。あ、犬も来てる。あ、犬がえ、い、犬が、あ、ちゃんと移動した。びっくりした、穴に落ちたから。いや、お、それ大野犬じゃん。強いね。あ、ただ犬をターゲット取られてるのはまずいか。トライデントで狙っている。やばい。これ上から見るのおもれ。うわ。え、お、回復しているところ。お、燃やす燃やす。ああ、このまま。おお、弱え、こいつ。さすがヒーさん。まず1キル。おっと、挟まれた。4枚。さ、最後に。ああ、最悪、マジか。おお、一騎打ち。ワンブリマジかー。うわっ、強い。おいしょ、いいよ。おい、お座りした。主人がいなくなって。勝った、やったー、ありがとうございます。ダイヤ剣も金銀人もあったもんな。いやいや、悔しいのと恥ずかしい。一番弱い。マートンが一番弱い。めっちゃいい武器持ってたのに、もう恥ずかしいわ。いや、俺も恥ずかしい、マジで。トライデント当たった。トライデントは当たった。当たった。痛かった。トライデントだけ当たった。弓一回も当たらなかった。で、今回発表の仕方としては、達成した方のオッズを発表して、うん、その後に払い出しの人と金額を発表するという、はいはいはい、形にしたいと思います。はい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 、興奮するな。いいね、はい、それワクワクするね。それではネーザーですね、はい、足が速いのは誰、はい、ですね、はい、こちら今回1位なのがソデさんなんですけれども、はい、オッズの方がこちら 3.05 倍です。おー、それは、まあ、参考に言うと、うん、あの 3.05 はあのかなり人気っす。え、かなり人気なんか。だからもだから袖は足が速いと思われる。嘘でしょ、俺一番遅いんや。一番人気です。嘘、マジ、え、嘘。マジうわ、一番人気っす。外した。ちなみに参考までに一番足が遅いと思われてるのはメガネさんで、はい、オツ 7.08 倍です。えぐ、やば。あ、7倍。あ、そのくらいの数値感っていうことを。そうなんや。じゃあ俺めちゃめちゃ人気やったんや、はい、足速い。3.05 倍って低いんか、めっちゃ。そう、3.05 結構低いです。リアルやったら俺が一番遅いけどな、マジで。一番足が速い人、見事的中させた人はソデさんです。はい。まあね、はい、まあまあ、自分でしっかり。かけた金額は、70万ガッサドル。古い食べるやん。払い出しが213万サドルでございます。まあ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 、まあ、おめでとうございます。やば、お前一点確信したよ。マジか、それ。いや、でもオッズがな、意外やったな、ね、マジで意外とね、うん、伸びてないってことですよ。伸びてない、要は。そうね、よしよしよし。まあ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 、まだまだ1個目やから。続いては何でしょうか。続いて取引の方ですね。最速で行ったのが、マートンさんですね、今回。はい、ありがとうございます。あ、マートンさんがこれまたね、コミュ力高いと思われてます。だよね、だよね、だよね。オッズ低いよ、これ絶対。コミュ力、マートンさんのオッズが 2.71 倍でございます。いや、だよね。よし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 。 2.71 はマジで低い、ね、この予想はまた合ってる。うん、やったな、これ。
はい、それ掛け金がマートンさんなんと、自分に60万円かけてる。同じことしてるやん。60万サドル。俺と同じことしてるやん。はい、ということでマートンさんにまず163万サドル、支払われます。はい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 、はい、ありますと。でもう1名かけてる方がいらっしゃいまして、マジ？ソデさんですね。え？はい。はい。すごいな。これはいい読みですね。ソデさんがマートンさんに10万サドルかけてますので、2.7 倍、27万サドル。安いマジで。普通に安い。はい。そんな低いんでございます。はい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 。おめでとうございます。一応聞いときますか、再開。はい、再開。コミュ力再開。はい。メガネさんですね。全部再開よ。今。あの一応。全部再開よ。理由としては、メガネをかけてるからっていうのが非常に多くてですね。やばすぎる。今、2連覇やで、今、2連覇。多分これ五冠あります。勝敗と関係ないところで勝負に負けたら、これ二冠あります。村人取引オッズ驚異の 10.07 倍です。えぐ。超大穴。えぐ。ガチ大穴や。でもさ、本当にさ、メガネ村人殺しまってたから本当にコミショなんだよ。本当にそうだ。10.07 だって10万かけてて当たったら100万だからね。MC ならやばいな。はい。じゃ続いてケーキの方行きましょうか。はい。はいはい。こちらが料理うまそうなのはですね、こちら達成したのがタッチの差でメガネさん、メガネさんはそこそこ料理ができないと思われてますね。そこそこね、はい、でオッズ 4.11 倍です。あ、まあでも4倍か。まあ、まあでも平均的なね。平均的ですね。見事予想的中させたのがマートンさんとヒーさんさんで、あ、マジ、はい、どちらも同額5万サドル。払い出しがお互い、21万サドルでございます。やっしーマジで。あんまり信じてないやん、メガネのこと。あの、まあ保険やね、これ。もう保険やな。とりあえず、オッズがいきそうなやつ選んでたって感じ。ちなみに、これ、とりあえず、Tさんにかけてました、俺。そう、メガネが15万サドルかけてて、結構いってるからね。そう、結構いってる。ちなみに、これ、オッズはどんな感じなの ?1 位と最下位と。1位が、ヒーさんですね。あ、料理、一番人気。まあ、何でもできるってイメージがあるんでしょうね。そうでしょうね。ヒーさんが 3.05 倍で、ソデかな最下位は。あ、そうなんや、料理。そうなんや、料理 5.54 倍ですね。いや、実は全然ソデやるけどね。でもさっきの1位オッズ何倍だっけ。米力、米力は 2.71 倍。でもそれ聞くと、だからやっぱ米力相当低いよね。相当割れてる、うん、かなり低い。開きがすごい。3超えてない時点でだいぶやばい。うん、終盤行くべきじゃなかったので。いや、そうやな。で続いて、いい家ですね。最もいい家を作ったのは、ヒーさんさん、はい、そのヒーさんのオッズが何倍やったっけ。 3.63 倍ですね。あ、まあ、ぼちぼち。あ、でなんと、ヒーさんが1位という予想を的中させたのも、ヒーさんただ1人。あれ、おお、まあ、言ってるもんな。いや、そう、意外とみんなやってないんじゃないかなっていう。なるほどね、うん、いや本当にぶっ刺さってる、その闇が、うん、いい読みです。すごいな。まあこれ分かりますか ね皆さん、オッズどんなもんか、みな、他のプレイヤーの。え、でも絵でしょ、うん、絵はソデが1位なんじゃないの。さすがに俺もそう思ってた。そう思うな。ソデ1位普通に。そうだね、本当にみんなの予想通りでソデが一番人気だ ね。 そそうだね。最下位メガネやろ、どうせ。いや、メガネはメガネかけてるからっていう理由で絵がうまそうっていう。いや、それどんな、それプラテンすることあるんや。遠すぎる、全部太すぎる。全部好転反応あるんで。ここまでで承継を取りますか。PVP 前の収支ですね、はいはい、上からソデさん240万サドル、すごい、はいはいはい、でマートンさん183万サドル、ほう、ヒーさんさんが、ヒーさんさんってさっきから言ってるな、ヒーさんが、57万サドル、でメガネがゼロです。ゼロゼロです。ゼロです、全部外します。そんなことあるんですか。ゼロです、全部外します。こんな恵まれたオッズを持っていて何も頑張れなかった、めっちゃ開いてるな。自分にかけときゃいい話やん。でここでミッション成功報酬ですね。あ、そうか、払い出しをしていきたいと思います。あ、そうかね、うん、よしよしよし、ね、まずミッション達成報酬がマートさんが20万サドル、はい、ヒーさんが驚異の60万サドル、あざす、ソデさんが40万サドル、あれマート 20？ マート 20 です。意外となかったので。一個しかやってない。なぜ？こいつ。なんで、ね？こいつ一個しかやってない。全部の可能性あったけど。でメガネさんが60万サドル、これも頑張りました。真面目にやってるからね。あ、まあ、犬小屋含まれてるけどな。あ、いや大事よ。はい、こちら足し合わせますと、順位ちょっと入れ替わりまーしませんね。入れ替わるわけがないんです。はい。ゼロやもんな。はい。ゼロです。
まあ若干差は開いてるけど、まだ分かりませんからね、うんうん、それではラストですね、 PVP でございます。こちらも皆さん分かってると思うんですけれども、ミッション達成報酬でもうすでに100万円ヒーさんに入りますので、ありがとうございます。はい、ここでヒーさんが、217万サドル、はい、まず2位になりますと。よし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 、はい、これで超分からなくなってますね。マートン、ソデ、ヒーさんで結構並んでます。はい、それではヒーさんのオッズを発表していきたいと思います。はい、ヒーさんがね、やっぱりこう喧嘩強そうだと思われてるんですよね。マジで？そうなんや。そう。なんで？口喧嘩強いからじゃないかな。口喧嘩が強いっていうのはね。まあ、そうだね。あ、もう完全にそうや。やっぱそこで見てる人が多くて、口論の強さっていう意味で喧嘩強そうっていうのを捉えてる人が結構いて。そうね。ああ。はい。です。ということでヒーさん PVP オッズ 3.51 倍でございます。ああ。ちょっと下がってね、やっぱ。そうだね。それでは。払い出しの発表したいと思います。はいはい、はい、ヒーさんに PVP かけた人はヒーさんとメガネです。うわ、ヒーさんかけてるんや。ここでもう分かったと思うんですけれども、ヒーさんがかけてたのが、自分に40万サドルかけております。うわ、うん、いいバランスやね。いいバランスやね、はい、40万サドルに 3.51 かかりまして、140万サドルの払い出しとなります。せいせい。そしてね、メガネさんも、70万サドルの払い出しとなっております。ヒー、はいはい、さんに20万かけてますね。というところで最終結果でございます。1位ヒーさん、よっしゃ、357万サドル、おめでとうございます。すげえ、嬉しい。いやー、でかいね。よっしゃよっしゃ。 PVP 自分に信じてかけたので、うん、完全にそこで逆転した。頑張った。ちゃんとうまかったもんな、うん、やっぱりあざたざす。で2位が、ネザーでね、うまいこと取っていったオデさんです。ネザーに70万ぶち込んでる。いやー、外したな。でもで、合計が280万サドル、はい、惜しかったですね、はい、ありました。でマートンさんが PVP 収支変わらずで204万サドル3位でございます。あとはな、取引のオッズが低すぎたな。低いな。でメガネがちょっと自分のマイクラにこう信じきれなかったところがあって、ミッションこんだけ達成してるんですけれども、 PVP のみ的中ということで、はい、130万サドルですね。ほんまに犬弱かったな。犬そんなかったな。いや、犬もっと数ない。そもそも戦力として考えてなかった犬は。いやー、よかったですね。いや、おもろかったな。でも最後まくったね。いや、気持ちいい。っていうか、なんか普通にね、計算してて絶対これヒーさんまくれないみたいな感じだったんだけど。そうなんだよね。なんか全部合わせたらまくってた。マジか。まくりました、うん、やったー、気持ちいい。めっちゃ悔しい。やっぱでも PVP はね、このサバイバルで集めたアイテムの集大成っていうところで、ちょっとミッション達成報酬がちょっと重めに設定してるので、下手やった PVP。 いや、信じ切ったわ自分を。いや、うまかったな。てかヒーさんミッション達成だけで160万やってるから、あの、そうやね、普通に、ま、ちゃんとマイクラやってたっていうのは完全に伺える。あと20万やからね。あれ普通にどう考えてもそこの差ない。お前ずっと移動してたもんな。地上にいた。はい、ということで第1回トバクラフトいかがだったでしょうか。いや、楽しかったな。グッドゲームだね。2人にも GM 成功報酬あげたい気分や。ああ、いいこと言いますね。僕たち裏でもらってるんで。大元が一番、大元に金入ってるんや今回。そういう仕組みだったんだろうな。で最後になるんですけれども、たくさんご協力いただいた視聴者の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。でたくさんこうアンケートのね、理由のところ、順位の理由のところ書いてもらったと思うんで、ここはまた別の動画でちょっと全部読みたいなと思います。言い過ぎた。言い過ぎた。言い過ぎたな。しっかりね、そこはそれはもう別の動画でちょっとしっかりめに読みたいと思いますので、はい、はい、そちらの動画もお楽しみにお待ちください。いや、俺もめっちゃ気になるな、それアンケート理由。おもろいで、まずメガネの読もう。足が速そうなのはで、メガネ6位で、メガネは遅そうっていう理由。まあこういうのちょっとまた読んでいこうと思うので、楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。次回のトバクラでお会いしましょう。バイバイ。